はい。じゃあ、それでは、本日の、商法の異性確認テストということで、解、え、説、ー、の方を進めていきます。えー、とまず、商法に関してはですね、まあ、民法から引き続いて2科目目という形になりますが、えー、と問題としてはですね、えー、まあ入門講座、いわゆる基本的なインプット講座が終わった方が、えー、まあ進捗を確認するというレベル間の問題ということになっています。えー、ですので、一つの目標点としては、 まあ一応全部できるのが好ましいんだけれども、一通りまあ入門コーダーなどのインプットの学習が済んだ方は、大体まあ、技術問題についてはなかなかね、あの、対策までいってるかいかないかってところありますけれども、まあ、担当部分については、まあ、6割から7割ぐらいの得点率。 まあ来年合格目標にされている方はまあ担当についてはまあ8割から9割の得点率が欲しいかなというところになります。で、あとは記述問題に関しても、一応、正確なあの記述の中身というのは、なかなか難しいところもあるのかもしれませんが、大体こういうふうなことなんだろうなというところについて、しっかりとあの言えるようにしてもらいたい問題ということになります。特、えー、特にににににに記述式に関しししてててはは論文でで問われるるるももものののをかなり重点的にあの確認しているのでまあちょっっと抜けてるものがもし仮にあった場合には、えー えま、インプットの教材などでえ全て確認しておくようにしておくといいかなと思います。まあ、民法とかに比べると範囲は狭いんだけれども。えー、まあどうしてもちょっとね。あの学習が手薄になっちゃったりとか。 まあもしくはやや細かいような手続き面みたいなことが問われることが多いので、まあそこのところで、ええ、ちょっとまあなかなか得意にくい部分がありますから、あのまあに特に苦手意識を持たないようにメリハリ持ってですね、あのここで出てきたものについてはしっかりと重要事項として押さえていくというまあイメージで見ていただければと思います。それではまあ担当部分とまあ論文部分を合わせてですね、一応尺としてはね、ちょっと長めには余裕を持って取っていますので、まあしっかり全部の問題を解説するところまで進めていきます。 で、あとは、ま、解説を受けながらですね、えー、ま、一応、抜けているところをチェックしていくのとともに、まあ、実際、合わせて、ま、採点の時に、ま、自信持って回答できていたかどうかとかね、そのあたりのところも、え、チェックできればと思います。で、一応、解説冊子はありますけれども、まあ、とにかく、あの、担当だったら、ま、要するにこれがポイントだよっていうところを、えー、え、ついついやっていきますので、えー、ちょっと確認していきましょう。では、まず最初ですね、えー、 一応、設立からの質問でした。はい。えー、とまず1番、これはもうとにかく基本問題。発起人が2人以上いる場合には、そのうちの発起人1名が全てを引き受け、他の発起人が設立時発行株式を引き受けないことができる。あのこれも担当で何回も出てます。必ず1株以上引き受けです。えっ、ー、と、条文としては25条2項ですね。発起人は必ず1株以上引き受けることが必要になりますので、えー、ま回答は×ということになります。では次に2番。えー、設立時取締役は、その1000人、えー、後、辞退なく、えー、この株式会社の、まあ、一応これ、あの えと設立の手続きが法令定款違反しないことを調査しなければならず、えー、法令定款に関しての、えー、ものについては、法、え、規、ー、にその旨を通知しなければならない、えー、こちらも一応、まる、あ、です、ね、一応、法規設立を前提としている問題でしたね。えー、一応、問題としては、えー、46条の1項4号に規定されています。まあ、こちらは、えー、一応、条文上も、えー、ちょっと知識面で確認をしておいていただければと思います。えーとまあ、条文としてはですね ええと、まあ、ええー、と、46条で規定されてますよね。ええー、と、46条のところで、えー、設立取締役に関する規律として、えー、与えられているということになります。えー、いいですかね、ここはね。ええー、と、一応、ま、内容としては、条文上の根拠も一応、これはちょっと紹介というかね、ええー、条文上の根拠も、え示していきますと、えー、とですね、と待ってくださいね。えー、と、46条ね。 46条の1項4号それから合わせて46条の2項ですね、46条の2項で規定されていますので、これ、条文そのままということになりますので、条文の内容を確認しておいてください。じゃあ次に3番、株式会社が成立しなかった場合は、設立取締役は連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担するということで、これもまあ、 あの、重要な問題で、なんか会社の不成立の問題ですよね。その会社が要するに途中で設立とんざしちゃうことが会社の不成立と呼ばれてました。で、一応条文上の根拠として、まず56条の問題だってことですよね。えー、実際に株式会社が不成立っていうのは、その会社の成立をどんどん設立を進めていったんだけれども、えー、途中でとんざしてしまったような場合を会社の不成立って言いましたが、えー、この時に全席に追うのは、これは発起人です。 これ設立取締役になってますが、まあ、よくきっかけとして出るやつですね、あの実際、予備試験でも出題されてますが、この時に全責任を負うのは発起人なので、56条ですね、まあ、もちろんこれ、政策説の立場に立つものですよね、政策説の立場を前提に、このような規定があるということでした。一応発起人が全責任を負ううとということになります で次に4番、これはまあ重要問題、会社の設立無効の判決の確定ということですが、まあいわゆるあの、いわゆる会社の組織に関する訴えの効力というのは、一応これ、任用判決ですよね、会社の設立を無効とする判決ということになりますから、これは将来項になります。ですから、当初から存在しなかったことになるのではなくて、これは将来項になるということになります。で、一般的にはね、839条で将来項の規定がありますが、まあ、今回、設立無効の訴えはそれに当たってきます。 ででえー、一応、念のため、これ、口頭で確認ですけれども、あの株主総会決議取り消しの訴えだけ要注意です、あれは訴求項、えー、株主総会決議取り消しの訴えについては、えー、その株主総会決議取り消しの訴えが、任用された判決の確定とともに、まあ、形成判決ということになりますから、えー、訴求項になりますけれども、まあ、株主総会決議取り消しの訴えのような場合は、ちょっと例外があるけれども、まあ、その他の、ね、会社の組織に関する訴えというのは、基本的に将来項になりますから、まあ、そこの説問がしっかり答えられてればいいということになります。 で次に、はい、5番、えー、これも、えー、すげえ重要問題。あの会社の成立時はあの設立登記だからね、いいですよね、あのまあ、条文としてもこれはしっかり49条、えー、これ、設立登記の日です。一応、会社の成立っていうのは、基本的には設立の登記とともに法人格取得するんですよ。えー、ですから、この一般的な創設的効力って言われるやつね。 登記、えー、については、本来は登、ね、記って工事力みたいな話になるんだけれども、設立だけは例外で、設立登記によって、えー、これは設立の効力が発生するので、まあ、5番はバツということになります。で、6番、<laughs> はいえー、これはあのいわゆるあの見せ金系のも,ものですよね、えー、いわゆる仮想払い込みに関する問題で、えー、募集設立で払い込みをの取り扱いをした銀行は、払い込みの金額に相当する金銭の保管に関する証明書を保金に交付したと、つまり保管証明責任を負いますよね。 実際にその払い込まれた金額の保管に関する証明書というのを発起人から請求受けて、その保管の証明というものをした場合は、その後は文句言えないんですよね、成立後の株式会社に対抗することができないということで、これは一応、条文も確認しておいていただきたいのが、64条の問題です。 一応、判例もこの通りになっています。払い込まれた金銭を株式会社の成立前に補助金に返還したことをもって対抗することができないというのが判例ですが、一応こういう判例はあるんだけれども、64条の2項の問題ね、えー、つまり、この保管証明をした銀行っていうのは、証明書の記載が事実と異なる等についての、 ことについては、成立後の株式会社に対抗することはできなくて、そのことは、保機人に返還したことについても同じです。保機人に返還しているから、保管しているお金はありませんということも同じように言えませんということです。一応、判例はそういうこの事案で認めてるんですが、一応、64条2項もしっかり確認しておいてください。ででででではははそれれれ次ですね7番判例の趣旨にによれば定記記載記録しないでされた財産給付は無効であるが 成立後の株式会社が追認すれば遡って有効になる。一応判例聞いてますから、判例は全面的にこれ追認できないですよね。あの無効行為は追認できませんから。まず、定款に記載記録しないでされた財産引き受けは無効である。これは合ってます。28条の柱書き参照ですね。28条柱書きにあるように、定款に記載記録なき財産引き受けっていうのは無効になります。 無効行為は追認できませんから、まあ、判例も成立後の株式会社が追認することっていうのは否定していますので、結論は7番罰ということになるかな。では、それでは次、8番。その株式にかかる権利を行使するものを指定および会社に対する通知を書くときは、つまりあの権利公社の指定通知の問題です。いわゆる株式が準共有とされている場合ですよね。株式が準共有されている場合に、権利公社の指定通知というものが必要になります。 でまあ、一応、これはね、権利公社の指定通知については106条で規定されてますが、この権利公社の指定通知がない場合に、会社は誰に株主総会の招集通知を送るんですかって話ですよ。いいよね、えー、その時きに、まあ、権利公社の指定通知が未だなされていない場合には、えー、誰に対してね、 会社は例えば株主総会の招集通知とかその他通知催告を送るかって言うとま任、あ、意のものに送れば足りるというのが条文でしたね。これ、126条です。まあ、予備試験でも過去問出題履歴ありますえ、126条の4項です。一応、権利行使者の指定通知がない場合はまあ、言ってみれば権利行使者がまだ指定通知されていない場合は？ で権利行使はできないんだけれどもただ、株主に対してやっぱり通知催告することってやっぱりあるからその誰に対して通知催告するかという問題でこれれは条条文上126 4項で規定されてますねでは次に9番、えー、判例の,あの趣旨によれば、えー、株式を相続によって共有するに至った共同相続人は株主として地位に基づき株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合でも権利行使者の指定通知がされていないときは原告適格を有しない、えー。そうなんですよ 一応これ、株主総会決議不存在確認の訴えっていうのは、基本的に訴えの利益がなければ、やっぱりだめなわけですよね。で、今日その意味では。で、まあ、ある意味、訴えの利益を持っているものは、みんな原告計画があるんですよ。 例えば株主総会の決議無効確認の訴えとか、株主総会決議不存在確認の訴えっていうのは、まあ、基本的にはね、その訴えの利益を持っている限りにおいては、誰でもできるというふうな話になるんですけれども、一応、判例の立場では、やっぱり株主総会決議不存在確認については、その権利公社の指定通知がないという段階では、やっぱり権利公社ができないんですよね、株主権として。 株主としての権利行使はできないので、えー、原告的確がないというのが、えー、一応判例の立場ということになります。一応、9番は一応、これ、判例の立場、しっかり押さえておいてください。えー、とまあ一応、株主総会決議不存在確認の訴えについて、まあ、今、株式を共有するに至っている場合ということですが、まあ、株式が準共有になっている場合に、権利行使者の指定通知がない場合は、原告的確がなしと。でただ、これは論文対策上重要なのが、 あのこれはあの復習しておいてください、特段の事情がある場合ってどういう場合かというのが、重要判例がありましたよね、えー、株式の全部が準共有になっていて、えー、株式の全部が準共有になっていて、あたかも株主総会決議がなされているかのような、えー、まあ状況になっているとで、その時に、えーその、その共有者の一人が、えー、実際その株主総会の決議不存在確認の訴えを提起するという場合は、えー、特段の事情ありとしています。まあ、これは覚えてるかな 要は、会社としては、株主総会の決議があったことを法案上主張する立場なんですよね。まあ、例えば株式の全部が準共有になっていて、で、株式の全部が準共有になっていて、まあ、一応判例はそういうものだったと思いますけれども、一応特段の事情後で確認しておくといいかな。えー、準共有状態になっていて、で、それで、えー、実際に、その、株主総会決議があったかのような、まあ、そういう、まあ、外観があって、で、それで、えー、その、 権利行使者の一人が株主総会決議不存在確認の手を提起したという場合においては、その被告会社っていうのは、法案上の主張としては株主総会決議があったものを前提とする主張をするわけだよね。その一方で、じゃあ訴訟要件の問題として、まだ権利行使者の指定通知がされてないから、あなたは原告的確ないんですよっていう主張をすることは、結局、訴訟要件の中では、その要するに権利行使者の指定通知がされていないから、 え、原告的確がないよつまり訴え却下すべきだっていう主張をしておきながら、法案上では、株主総会決議があったということ、つまり権利公社の指定通知があったことを前提とする法案上の主張をする立場なんですよ。そうすると、それっていうのは、あの言ってみれば、あの、恣意的にその立場を使い分けるものとして、訴訟法上の審議則に違反するって判例がありましたよね。あの、ここはちょっと関連事判例として重要なところを確認しておいてください。まあ、要は、株式の全部が準共有になっている段階で、 え実際に株主総会決議不存在確認の訴えが提起された。で、その時に会社の法案上の立場っていうのは、株主総会決議がなされたっていうことが法案上の立場ですよね。で、じゃあその法案上の立場の前提としては、権利公社の指定通知がされてなければ決議できないわけですよ。いいですね。あの、全部が準共有なんだから。 ということは、株主総会決議が適法になされていることを主張すべき会社ってのは、本案においては権利公社の指定通知がなされているよってことを主張すべき立場なのに、じゃあ、一方で、その原告に対して権利公社の指定通知がなされていないっていうことを理由として、原告的確の献血というのを主張することは、訴訟法上の審議則上を許されないということで、この特段の事情がある場合っていうふうにしてますよね。なんで、これは特段の事情を確認しておいていただけるといいかと思います。はい。じゃあ、それでは10番行きましょう。 はい。え、これも重要どころですね。え、会社の承認を得ないで、上都担保株式を上都担保に、あ、じゃあ、上都制限株式を上都担保に供した。まずこれ、上都制限ついてる場合、上都担保に付くことはできませんからね、原則は。あの、これは別に、あの、上都制限がついてる場合には、あの、上都であればダメですから、上都制限がついてるものを上都担保に付する場合、会社の承認が必要です。まず前提として。いいですよね。 ですから、これは言ってみれば、譲渡制限株式について譲渡したってことになりますから、まあ、会社の承認が必要になる。じゃあ、その時どういうふうな考え方、判例を取ってるかっていうと、まあ、いわゆる相対的な無効ですよね。当事者間では有効だけど、会社との関係では無効だと。えー、つまり、譲渡制限の付された株式を譲渡するということについての効力は、えー、当事者間においては有効なんだけれども、会社との関係では無効である。で、会社の側から、その譲渡を認めることはできないっていうね。 えー、そういうのがありましたけれども、まあ、結論からすると、これ10番は丸だよね、当社間では有効ということになります。では次に11番、はい、会社の会計帳簿の閲覧の請求をした株主が、えー、当該株式会社の業務と、えー、実質的に競争関係にある事業を営む場合、まあ、これは、ね、拒絶中に当たりますよね。えー、これは念のため、433条2項3号の拒絶中に当たります。株主名簿の閲覧当社については、実質的に競争関係があ、ごめんなさい、株主名簿じゃない、ごめんなさい、えー、会計帳簿、失礼しました。 11番については、株式会社の会計帳簿の閲覧請求に関しては、433条2項各号で拒絶自由がありました。で、この中で433条2項3号で、会計帳簿の閲覧当社請求に対しては、実質的な競争関係があるものは拒絶できるというのがありましたが、これは客観的に競争関係がある抽象的恐れがあれば足りますよね。ですから、ここにあるように主観的とがなくても、これは えー、政権を拒むこことととができるということになります、えー、一応これも、えー、予備試験の論文で出てますね。えー、まあ言ってもあれですよ。その主観的意図がなくても結局会計帳簿の情報を見てしまえば将来的にその会計帳簿の情報を使ってしまう抽象的恐れは生じますから。えー、ですからこのように えーまあ、言ってみれば、事故の事業に利用する主観的意図がなくても、えー、客観的に実績競争関係が認められる、でこれ、抽象的恐れで足りますから、えー、そのような恐れがあるのであれば、えー、やっぱり請求を拒めるんですよね。まあ、言ってみれば、この請求を拒めるよっていうところに関しては、あのー、やっぱり一回見ちゃった以上はね、えー、その後、えー、協業に使われる恐れがあるっていうところから、判例上もこれは認めてます、拒絶をね。 はい。次の12番。12番は株式会代表訴訟の定義が悪意によるものと認められる場合には、裁判所は被告の申し立てまたは職権で、訴えを提起した株主に対し相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。まずこういう条文はありましたね。まず大前提として。どういうものかというと、要するに株主代表訴訟の定義が、要は勝てないのが分かってわざとやってるとか、まあそういう株主代表訴訟の趣旨を逸脱するような、そういう乱訴に当たるような場合には、それ不法行為に当たりますから、 えー、例えば、株主代表訴訟で悪意の株主、まあ、さっき言ったように、請求が認められないことを分かってあえてやるとか、株主代表訴訟の制度趣旨を逸脱するような乱訴を行った場合、えー、敗訴した株主っていうのは、うん、まあ敗訴した株主っていうのは、損害賠償さえも負います、責任をね。これ、不法行為ですよとあの、法的性質は。えー、もう乱訴して負けた株主っていうのは、不法行為責任を負いますで。その不法行為責任の損害賠償額に相当するものを、えー 担保として出せっていうことを、これは担保提供命令ということで裁判所は出すことができます。一応条文確認しておくと、847条の4になります。847条の4の2項と3項で規定されています。で、このいわゆる担保提供命令に関しては、ちょっと難しかったかなと思いますけれども、これは職権で行われることはありえません。あくまでもこれっていうのは、 被告取締役、まあこの取締役とは限らないけど、いわゆる被告が署名した場合に、えー、行われます。ですから、この職権でが間違いです。えーとまあ、裁判所がその職権で行うということはないです。あのなぜならば、これってあの別になんか公益的なものでもないし、あの言ってみれば、えー、乱訴に当、まあ、たるようなものに対する損害賠償さえも担保させるって話でしょ。えー、いわゆる乱の 悪意の株主が株主代表訴訟を乱争のような形で提起して、それに対する損害賠償債務を担保させるって話だから、これはまああの条文上も被告の申し立てによってのみ行われるということになります。はい、じゃあ、それでは13番、会社法上の公開会社は、当該種類株式の株主が一株複数個の議決権を持つ、このような株式を発行することができる、それはありえないですね、これはね。どうしてかっていうと、一株一議決権の原則がありますから、38条1項ですね。 えー、3 8条1項で1株1議決権の原則がありますから、1株で複数の議決権を持つということはないということになります。で、逆はちなみにあり得るんですよね。あの、逆に例えば、あの、ちょっと細かいかもしれないけど、複数の株式で1個の議決権っていうのは単元株制度を採用すれば可能ですよね。えー、例えば、複数の株式、例えば100株を1議決権とするとかね。 100株を1議決定することは、100株を1単元とする単元株制度を採用すればそれは可能なので、あれですけど、1株複数の議決権というものは、公開会社ではできません。ただこれ余談ではありますけど、非公開会社の場合は、109条2項で一応可能です。非公開会社の場合は109条2項で一応可能です公開会社の場合は1 0 9条2項で株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定観で定めることができるので、 えまあ議決権については、株主ごとに異なる取扱いをするということで、複数議決権は導入することはできますが、一応、109条2項の,この非公開会社の株主ごとにやる異なる取扱いというのは、これ4、あの4項の特殊決議でめちゃくちゃ重いからね、4項の特殊決議でめちゃくちゃ重いものだけど、4項特殊決議通せれば一応できなくはないですが、今回の問題では少なくとも会社法上の公開会社という縛りがあるので、これはどうやってもできません。ということでね はい。じゃ、それでは14番。まあ、一応、さっき言った話はおそらく解説にも載ってますので、まあ、ちょっと後で復習するとき、解説確認しましょう。はい。じゃ、それでは14番。えー、株式譲渡について、会社に対して適法に株主名簿の名義閣会請求がされたのに、会社の過失によって名義閣会が行われたかったとき、えー、これは、あの、不当拒絶と同じ扱いになります。えー、名義閣会の不当拒絶と同じで、会社は、株式の譲渡を否定することはできません。その通りですね。まあ、一応、判例もそのように言っていますが、まあ、いわゆる不当拒絶の場合と何ら変わらないですからね、これはね。 ででははそれでは15番、えー、判例の趣旨によれば、えー、取締役会設置会社の唯一の株主が、はい、というとは1人株主ね、なんとなく1人,1人会社だなって感じですね、その保有する譲渡制限株式を他に譲渡した場合には、承認なくても OK ですよね。はい、ということで、これはもう、1人会社特有の問題です。えーまあ、今回、まあ、今回これでいいか、唯一の株主だけでいいかな。 取締役会の唯一の株主が取締役会決議に承認がないときであっても、譲渡はこれは会社に対する関係でも有効です。これ理由付け確認しておきますと、結局譲渡制限の趣旨っていうのは既存株主保護なんですよね。言ってみれば会社にとって好ましくないものが新たに株主になると。 まあそういった会社の閉鎖性を維持するため、まあ、言ってみれば好ましくないものが会社に入ってくることを防ぐという閉鎖性を維持するためのものだから、少なくともあの既存株主の保護なんで、1人株主が売っ払っちゃうということは別に、外される株主いませんから。いいですね、えー、ということは別に、1人株主が譲渡するということは、言ってみれば既存株主がまあいいって言ってるわけですから、これはあの譲渡制限の趣旨に反しないということで OK です。でそれでは16番 今度は取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡されました、でこの株式の譲り受け人は、当該、株式の取得について取締役会の承認を求めることはできない、これはできますよね、あの要するに譲,譲渡するときに承認を求めるやり方と、譲渡を受けた譲り受け人が承認請求する場合があります、137条ですね。 ちなみに承認請求の条文は136条、137条でそれぞれあります。えっと、136条は、え、これは、あの、譲り渡そうとするときに、あの、請求できるってやつで、ね、136条。で、137条は、譲り受けた者が、え、この請求するっていうケースもありますので、一応137条で一応可能です。はい。じゃあ、それでは次です。17番。え、判例の趣旨によれば、え、株券発行会社の株式についてね、 株券発行会社の株式について、株式会社が定めた剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、当該基準日までに株主名簿の名義各界の請求が行われなかったと。まあ、いうことですね。そうすると、これは、あの、いわゆる株主名簿上の株主は動いてませんから、会社としてはとりあえず、株主に剰余金渡せばいいんだよね。株いい、ね、株主名簿上の。例えば A から B に、例えばね、 えー、A から B に対して譲渡がなされたんだけれども、えー、実際株主名簿上の、えー、株主が A ならば、会社っていうのは基本的には、あれでしょ、えー、株主名簿の確定的効力と面積的効力によって、えー、株主名簿上の株主である A に対して剰余金を払えば面積されますよね。うん、悪意重化してない限り。ですから、これはまあいいんじゃないですか、ここは。いいよね、これは合ってます。えー、株主名簿上の株主が一応剰余金を受け取れる。 ただこれは会社との関係ではそうなんだけど、当事者間では不当利得になるからね。ですからこの、口座が違います。上、えー、渡人は譲り受け人に対して不当利得返還義務を負わない。えー、これがもう間違いです。なぜならば、当事者間では有効なんで、もうこの株式の問題は、もう当事者間では、上、えー、渡は有効ですから、ということは従って、 まあ、不当利得にはなりますね。えー、当事者間においては不当利得の関係に立つということですね。まあ、会社との関係では会社は株主名簿上の株主に剰余金払えば免責されますけれども、はい、その後当事者間では不当利得になりますから。いいよね。あの、言ってみれば、あの、この株主名簿のいわゆる明確化会未了って状態っていうのは、当事者間では譲渡は有効だけれども、その譲渡の効力を会社に対抗できないって状態なので、え、まあ、一応その規律をちゃんと理解できてればいいかなと。 で、次です。はい。8番、18番14というか、まあ、論文でも出てるやつです。えっ、ー、と、18番、判例によれば、大取領の会食についての取締役会決議については、代表取締役は特別利害関係取締役に当たりますよね。あの、よく判例で言われてる、あの、一切の指針を捨ててってやつね。あの、要するに、特別利害関係取締役については、あの、定義としてはあれでしょ。会社の忠実義務と衝突をもたらす恐れのあるような、えー、個人的な利害関係を持っている株、あの、取締役と。 いうねえー、忠実義務違反の恐れをもたらすような、もしくは忠実義務違反と衝突する恐れのあるようなえ、個人的利害関係を有する取締役が、特別利害関係取締役です。で、これはあの代表取締役を解職されるにあたっては、やっぱり、まあ、言ってみれば、まあ、解職されるべきというか、解職されるっていう、そういう取締役、だ代表取締役の、ごめさい。解職されるこういう代表取締役っていうのが、一切の指針を捨てて、会社に対して忠実義務を果たせるかっていうのは、やっぱり疑問だと、まあ、いうところから判例は、えこの、 代表取締役の会食議案についてね。代表取締役の会食議案について、会食代表取締役については、369条2項に該当すると。いうことで、既決に加われないっていうのが羽立場です。では次に。はい。えっ、ー、と、19番。まあ、これは、あの、しっかり考えればいいもの。役員選任の効力は、選任決議のみで生じるものではなく、就任を承諾することによって発生する。これは当然です。 どうしてかっていうと、役員の選任っていうのは、これは委任関係ですよね。ですから契約になるはずです。一応330条。いわゆる委任契約になりますから、申し込みと承諾によって成立することになりますので、例えば株主総会で選任決議が起こりましたと。 それで選任決議がそれだけで就任するかって言ったらそんなことはないわけですよね。例えば何か、例えばプロスポーツのドラフトとかを考えればいいですよね。ドラフトで指名されたからってそのチームに所属するわけじゃないわけで。まあ、結局、これも同じです。選任されたっていうのはあく,までもあ,のあくまでも一方当事者の申し込みに当たりますから、それを役員になるべき非選任者が承諾することで委任契約が成立することになりますので、これは承諾が必要です。では20番。 はい、判例によれば、会社から見て好ましくない株主が議決権を行使することを回避する目的で、会社が第三者に対して、その株主から株式を譲り受けるための対価を供与した場合、これはちなみに、あのジャノメミシンの、えー、最高裁決定ですね、えーまあ、会社から見て好ましくない株主が議決権を行使することを回避する目的で、そのものから株式を買い取る資金っていうものをね、えー、その買い取るっていう行為が行われた場合ですね。えーまあ、それを要するにその その株主好ましくない株主が議決権行使されないために、その株式を買い取るための資金を第三者に提供した場合には、これは株主の権利行使の利益供与に当たるというのがまあ判例でした。じゃのメミシンですね。しっかりここは取りましょう。では、それでは21番、はい。株主総会決議に関して、特別利害関係を有する株主は、議決権を行使することはできない。これ、間違えた人は本当に要注意ねあの議決権は行使できるからね。あの 特別利害関係取締役の場合と混ざっちゃってる人が多い、間違えた人は多分多いと思います。あの特別利害関係取締役は議決に加わることはできないんだけれども、えーまあ、特別利害関係株主は、あ,のあくまでもあの株主権として議決権は行使できます。あくまでも、じゃ何が問題かというと、議決権を行使したことで著しく不当決議になった場合に取り消し原因になるだけでしょ。議決権行使自体ができないというのはもう明らかに間違い。えー、ちなみに 831条、1項3項3章です。えー、まあ議決権を行使することができないのではなくて、議決権を行使したことによって、著しく不当決議がなされた場合には、その決議が取り消し自由になるというだけであって、あの株主である以上は、議決権行使できないというわけがないわけですよね。なので、ここはまあ引っかかっちゃった人はもう結構典型的なあの引っかけ問題ですので。では次に22番。取締役は株主総会において えー、株主から特定の事項について説明を求められた場合ということは、これ、いわゆる説明義務の問題、314条の説明義務の問題になります。で、じゃあ、目的に関しないものであるときは、えー、説明することは必要ない、えー、そうですね、314条、一般的にはあの説明を求められた場合には、取締役は説明義務を負うけれども、全く無関係なことは答えなくていいです。でこれは314条の正し書きでしっかり書かれています。あのまあ、原則としてはね、あの 原則論としては、えー、株主というのはその特定事項について取締役とか役取締役等に対して説明を求めた場合は、えー、その質問を受けた取締役らというのは基本的に回答しなきゃいけないんですよで。回答しなきゃいけないんだけど、それはあくまでも314条本部の原則で、まあ、例外がありますよというところはちゃんと条文確認しましょう。で次です、はいえー、取締役がえ任務を怠った場合の 会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意があれば、これを免除することができる、その通りですね、総株主の同意は424条、424条で免除できます、す、ま、べ、あ、ての株主がいいって言ったら免除できますよっていう規定です。はいじゃあ、24番、判例の趣旨によれば、株主は株主総会決議の日から3か月以内に株主総会決議取り消しの訴えを提起した場合、新たな取り消しを付け加えることができるか、これはできませんね。 あ,のあくまでもその3ヶ月以内に当該取消し自由が主張されてなければ、出訴期間の意味ないからね、えあくまでも例えば取り消し自由1が主張されている中で、3ヶ月経過した後に取り消し自由2みたいなものを追加主張してしまうと、結局はその株主総会決議が3ヶ月以内にその法的安定性を重視するためにね、株主総会をめぐる法的安定性を重視するために3ヶ月以内という出訴期間を定めた意味がないので、新しい取り消し自由を3ヶ月過ぎてからぽっと出すことはできませんということですよね。 はい、じゃあ25番、えー、判例によれば株主は事故に対する株主総会の招集手続に可視がなくても、えー、他の株主に対する招集手続に可視があるときは、えー、株主総会決議取り消しの訴えを提起することができる、これはその通りです。えー、一応、あれだよねあの、例えば他の株主に招集通知が行ってないというようなものであったとしても、えー、これは株主総会決議取り消しの訴えは可能です。まあ、どうしてかというと、決議の構成が害されたというふうに評価できるからですよね。 別に他の株主に招集通知が行ってないとしても、それは決議の構成が害されていることから可能というふうに考えればいいということになります。で、これでまあ、担半分ですね。えー、じゃあ、ちょっと合わせて一気に行きましょう。26番。えー、判例の授業れば、はい、任期満了によって、えー、取締役を退任した人がいると。えー、で、会社法定化でためた取締役の因数を書くため、なお取締役としての権利義務を有するもの。 あの、ちなみにこれは、あの、権利義務取締役ってやつですよね。まあ、任期満了とか辞任とかで取締役やめたと。まあ、任期満了とか辞任とかで取締役やめたんだけれども、そのせいで因数を変えてしまったという場合には、次の人が決まるまでは、取締役の権利義務を持つんですね。で、これが、いわゆる、えー、権利義務取締役という制度でした。で、一応、まあ、これ自体は、あの、一応、あるんですよえ。ですが、あの、ただ、 訴えを持って解任請求することができるかって話ですが、これはできませんね。あのどうしてかっていうと、理由はもうすごくシンプルで、もはや取締役ではなくなってるんですよ。あくまでも権利義務取締役はもう取締役を辞めてるけれども、取締役の権利義務を次の人が決まるまでは持ちますよってだけであって、もう取締役自体は終わってるんですよ。えという話ですね。権利義務取締役っていうのは、 まあこんな感じで説明されますかね。一応このように、えー、権利義務取締役に関しては、あれになるとで。ちなみにこの権利義務取締役の条文は346条1個ね。これもまあさっと引けるようにしておきましょう。えー、一応まあこういうのはあるけれども、取締役の地位はないですから、解任請求のしてはならないというのが判明。じゃあ27番、えー。裁判所は株主総会の決議方法の法令違反。あ丁寧に行きましょう。決議方法の法令違反。で違反事実が重大でない。 かつ決議に影響を及ぼさないものであるならば、えー、裁量棄却が可能ですね。これはもう丁寧にいきましょう。えー、今回、決議方法の法令違反は対象になりますから、831条の2項で裁量棄却できますね。まあ、一応、要件もこれね、違反事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないというのが要件でした。えー、条文通り。では次に28番。えー、取締役が事故のために会社とした取引によって、会社に損害が生じた場合、つまりこれ、事故のための直接取引ですよね。 ということは、四百二十八条の適用がありますから、無過失責任になりますよね、えー。一応これも重要な条文ですよね。事故のための直接取引については、えー、念のため、四百二十八条一項によって。えー、無過失責任を負います。 あの、ちなみにこの事故のための直接取引が行われた時の規律は、428条1項で、まず無過失責任になるということと、あともう一つは428条2項で、責任の一部免除ができなくなるという二つの効果がありますよね。えー、まあ、事故のための直接取引、まあ、今回シンプルに、えー、事故のための直接取引で会社に損害が生じたってことは、まあまあ、っ利益相反取引で会社に損害が生じたから、そもそも423条3項で任務形態の推定も働きますよね、これね。 えそこまでちょっとカバーしておくとまあ任務形態の推定も一応参考で推定も及ぶしかつ無貸し責任ですえという話になりますかね。ということで結論からすれば8番は丸になります。 えーとまあ、事故のための直接取引で、会社に損害が生じた場合には、まあ、任務受け体が推定されていると。で、まあ、それがえ奇跡性がないという場合でもね、えー、奇跡性がないという場合でも、昔責任を負いますから、任務受け責任は免れないということになるね。はい、ということで、428条1項の方が重要ね、今回ね。428条1項の規律をちゃんと引けるようにしておきましょう。では次、29番。 はい。株式会社の取締役の解任の訴えは、これあれなんでね。取締役と会社両方やりなさいっていうのが条文でしたね。え、これは855条です。855条で、会社と取締役をね、共同被告にすることが条文上求められています。じゃあ30番。え、判例によれば、株主総会決議に基づいて、取締役報酬が具体的に定められた場合ですね。この時は、これが委任契約の内容になるんだよね。まず大前提。 えー、株主総会決議に基づいて取締役の報酬額が具体的に定められた時点で、これは委任契約の内容になりますから、えー、そうするとあの、取締役の同意なくして切り下げできないからね、原則は。えーまあ、原則論になりますけれども、えー、株主総会がその取締役報酬を無報酬とする決議をした場合、えー、同意しなくても報酬請求ができなくなる、これはそんなことなくて、まあ、要はこういうことって話でやっておくと、これで。 あの株主総会決議で具体的に定められた時点で、委任契約の内容で当社拘束するんですよ。つまり今回は委任契約の内容として会社と取締役を拘束するから、それに対する変更を加えるためには、まあ、両方が合意しなければならないことになりますよね。では次に31番、判例の趣旨によれば、退任取締役が株主総会の決議を経て、株式会社の内規に従って具体的な退職医療金を取得した。まずこれれはあれだよね あの株主総会の決議を経て、えー、株式会社の内規に,、えー、に従い、えー、具体的な退職慰労金年金、退職労金年金債権を取得したと、退職慰労年金債権か、えー、具体的な、えー、退職慰労年金債権を取得した場合は、その後に内規が廃止されても、一方的に打ち直せることができないというのが、これ30番と同じ趣旨ですね、えー、これはこういう年金という場合でも同じです。 あの退職慰労金が年金という形で支給されている場合でも、まあ、この条文通りいきますあ、条文というかあの、足を見ていくと、その後、取締役会の決議によって、えー、当該内規が廃止されたときであっても、えー、退任取締役相互間の公平を図るため、集団的、確一的な処理が制度上要請されているという理由のみから、当該内規の廃止の効力を退任した取締役を及ぼし。 同意なく未支給の退職医労年金債権を失わせることはできないというのは、これは30番と同じです。1回決まったことだから、やっぱり同意なくて原則変えられないよって話です。で32番、会社が代表取締役以外の取締役に、会社を代表する権限を有するものを認められる名称を付し、これ、表権大取りですね、表権大取りの話です。で、その取締役が名称を使用して取引をした場合であっても、その取締役が、 会社を代表する権限を有しないことにつき、取引の相手方に重過失があるときは責任を負わない。はい、これ、条文、これ気をつけて、354条は、これ、悪意は、重過失と悪意はね、あのー、条文上はなんか善意しか書いてないんだけれども、重過失は悪意と同時できるというのが判例です。えー、ですから、354条は、一応、条文上は善意の第三者みたいな形で書いてあって、まあ、善意者だけしか書いてないんだけれども、あくまでもこれ、判例上、 全員無重過失要求してます。まあ理由としては重過失は悪意と同時できるっていうね。まあ大体あの会社法に限らずあの商法の領域っていうのは まあ言ってみればあの反復、反復継続してなんか取引のプロがね、えー、実際に小取引を行うっていう、そういうプロの世界だから、重過失っていうのは悪意と同時できますよっていう、まあ、そういうふうな判例結構多くあるわけですよ。で、今回この表権代というのもまさにそれです。えー、表権代表取締役の規定も条文上は善意のみしか規定されてないんですよ。えー、条文上は善意のみしか規定されてないけれども、やっぱりそういう会社を巡る取引っていうのはお互いプロがねやるわけですから、重過失は悪意と同時できる。 同志、えー、できることを理由に、善、え、意、ー、無重化しと要求するということになります。で次に取締役会については、はい、目的事項以外の、えー、事項についても決議できます、それは当然ですよね。えー、もう迅速かつ、えー、柔軟な、えー、言ってみれば経営判断が求められますからね、取締役会。これだから株主総会決議と異なって、あの取締役会の招集通知って、目的事項必要ないよね、そもそもとして、えー株主総会。株主総会の招集通知だったら目的事項いるけどね。 え、取締役会の招集通知はそもそも目的事項いりません。そこからも明らかですよね。まあ言ってみれば取締役会っていうのはそういう会社の経営判断について柔軟、迅速なね、そういうような決定をすることが求められますから、えー、要するにこのような結論になります。で、次です。34番。え、これも重要です。取締役を退任したにもかかわらず、その旨の登記がされていない。まあ言ってみればあれです退任登記が未了の取締役ですね。え、退任登記未了の取締役については、過失により、 えー、退任登記がされていたことを知らなかったため、これを放置していた時であっても、えー、善意の第三者に対し、えー、事故が取締役ではないことを対抗することができない、えー、という問題で、この34番は、おそらく引っかかった人は引っかかったかな、あのいわゆる登記上の取締役が429条の責任主体になるかというのは、あの通常の登記上の取締役については、明示または目次の承諾で足りるんですよ。いいよね あの一応908条2項の累推用の話ね、えー、条2項のの累積適用の話だけど、あの一般的な登記上の取締役っていうのは、これは不実登記に加工したという事情があればいいんですよ。ですから、明治または目次に承諾を与えていたという事情があれば、それは不実登記に加工していたわけだから、908条2項で自分が取締役じゃないということは言えなくなるわけですよ。ですがあの、退任取締役のこの未了取締役については、あの当事者の 退任取締役の奇跡性って大きくないんですよ、累計的に。言ってみれば、取締役が退任したんだけれども、その退任したままで、登記が残っちゃってるっていうことについて、えー、どうしても責任を負わせるのに、あの、やっぱり、奇跡性が累計的に少ない。じゃあ、判例はどういうふうに考えてるかっていうと、明示な承諾を与えてるなどの特段の事情がない限りは OK っていう判例ですよね。今回、これ、退任登記未了の方なんで、しっかりここは確認しておきます。あの、通常の、あの、 通常の登記上の取締役の場合とは違うからね、いやね通常の登記上の取締役は明治または目次の承諾で足りるんだけれども、これは、明治の承諾をいたなどの、だから今回放置していたみたいだめなんですよ。過失によって放置していたじゃ足りないんですよ。 え、明治の承諾を与えてない特段の,の事情がある場合に限り、え、908条2項が、え、類似されることになりますね。え、ま、ここもバッチリ、あの、言っておいてください。あの、CF で書いとくと、通常の登記上の取締役。え、登記上の取締役については、 まあ明示または目次の承諾。ちょっと黙々と解除る恐縮すぎですけれども、こういうことですね。通常の登記上の取締役の場合は、明示または目次の承諾があれば、982項の類似を認めていいですよということになりますが、今回の場合は、退任登記未了の退任取締役の事例になりますから、ちょっとこの。 問題とはちょっと違ってくるので、引っかからないように。まあ、で、これが結局、この9 0八条2項類推適用を通じて、429条責任を追求できるんだよね、登記上の取締役にね。はい。では、それでは次の、えー、35番ですが、えー、代表取締役が会社を代表して、えー、会社の重要な財産である E に対する金銭債決 F に譲渡したということは、まあ、いわゆるあれですよね、えー、そもそも重要な財産の処分だから、362条の えと4項の問題ですよね、えー。取締役会決議事項になります、えー。この取締役会の決議を経ないで重要な財産処分をしていると。ということは362条の4項1号で、えー、重要な財産の処分に関しては取締役会決議が必要なんですよね。でにもかかわらず取締役会決議を経なかった場合は、えー、効力どうなりますかっていうと、心理療法説でしたね、えー。先端的行為ですから、 そうすると心理留法説ということは、原則として有効なんだけど、えー、原則として有効なんだけど、相手方が悪意の場合なら無効です。という話ですね。えー、いわゆるこの、えー、代表取締役の先端的行為で、でかつ、あれでしょ、あの相手方がいる取引行為みたいな、そういうまあ重要な財産の処分譲り受けとか、多額の借財に関しては、 えー、一般的には、その先端的行為の効力というのは、心理療法説で取りますから、えー、原則として無効、えー、ただし相手方がごめんなさい、悪意または有価質の場合は無,あの無効になるわけだよね、いやねあの心理留保、まあ、民法93条1項の規律、まあ、一般的に類推適用かな、えー、民法93条1項類推適用になりますから、そうすると、まあ、原則は有効なんだけど、相手方が悪意,有価質だった悪意または有価質だった場合には、 無効になります。そうすると今回 F が取締役会決議を経ないことを知っていた場合に当たるので、なんとなく無効ってことは合ってるんですが、引っかかっちゃいけないのは、これ無効の主張権者は会社のみです。あの、利益相反取引の承認を書く利益相反取引と同じなんですよ。あの、あくまでも心理療法説なんだけど、これ無効主張権者は、 これ、反連立場ですね。えー、会社のみなんですよ。ということは、E が無効主張することはできませんということですね。えー、e が無効主張することはできませんということですね。まあ、これに関してはちょっと繰り返すけれども、あの、一般的に、まあ、入門段階で押さえておくべきものは、この代表取締役の先断的行為のうち、こういう、重要な財産の譲り受けとか、多額の借財のような審理法絶が適用される場合と、あとはね、承認期間の承認なき利益相反取り。 あれは、あれは相対的無効説ですよね。えー、おっとったと思います。で、承認、承認機関の決議のな、承認機関の、まあ、決議のない利益相反取引の効力は相対的無効説を取りますが、これらについては、無効主張権者は会社のみ。で、ちなみに例外的なものとして一応確認しておくと、あの、事業上とね、株主総会特別決議を書く事情同とは絶対的無効でしたよね。えー、まあ、会社に対するインパクトが大きいからね。えー、まあ、会社であったり、引いては株主に対するインパクトが大きい。 えーまあ、そういうところなので、えー、絶対的無効という扱いになってきます。<laughs> では次、36番、えー。会社がその計算に、あで一応これ確認しておいて、ね、事業譲渡も結構重要なんで、えー、株主総会特別決議がない、えー、そういう事業譲渡の場合は、やっぱり、まあ、貸しが非常に大きいことから絶対的無効になるので、えー、会社のみならず、譲り受け会社の側ですかね、譲渡会社のみならず、譲り受け会社からの無効証も可能だよと、まあ、そんな話がありましたよね。では次に36番 会社がその計算において、株主の権利の行使に関し、財産上の利益供与をした場合、はい、関与取締役については、中間責任でしたよね。ですから、義務を免れるでいいんじゃないですか。一応、これ、関与、今回、関与取締役ですからね。120条4項、正し書きです。で、一応 CF だけど、利益供与をした取締役は昔責任です。これ、括弧書きがありましたよね。 つまり、利益供与した取締役と利益供与に関与した取締役は、あの中間責任なの、あ、ごめんなさい。利益供与した、えー、その、取締役については、無価責任。利益供与に関与したにとどまる取締役は中間責任でした。まあ、これも予備試験の過去も、えー、結構直近で出てるやつですので、えー、利益供与した取締役については、えー、無価責任になりますので、まあ、これはあれだよね。120条4項を、 ただし書き、かっこ書きって感じになるよね。120条4項のただし書き、かっこ書きと。まあ、いいことになるかと思います。はい。では、それではですね、次に37番いきましょうかね。えー、あと少しですね、担当パートね。 はい。え、監査役は正当な理由がなくても株会、株式化株主総会の決議によって解任することができる。その通りです。役員はいつでも解任できますので、ただまあ正当な理由がなく解任した場合には損害賠償の対象になりますけどね。あの、正当な理由がなく解任されたっていう場合だったら、一応損害賠償の対象にはなりますけれども、解任自体はいつでもできます。いいね。これは監査役であっても変わりません。38番。公開会社の、会社法上の公開会社の監査役は、 取締役が不正行為をする恐れがあると認めるときは、遅滞なく取締役会に報告しなければならない。その通り、これは382条で規定されています。はい、でそれで次募集株、募集事項の株主に対する通知広告をいずれも書いたことは無効原因とならない。これは重要判例で無効原因になりますからね。なぜならば、差し止めの機会を奪うことになるからです。一般的には復習になりますけど、募集事項の あの、株主に対する通知広告っていうのは、これあれですよね。取締役会決議で募集事項を決定するときでしょ。いいよね。取締役会決議で募集事項を決定する。つまり、公開会社における非有利発行の場合ですよね。公開会社における非有利発行の場合には、取締役会だけでえ募集事項を決めることができます。で、募集事項が決定されたときに、 要するに株主は結局、取締役会の決議だけで募集事項が決定されて、そのまま新株発行がされちゃうと、差し止めの機会がないまま新株発行の効力が生じてしまう恐れがあるから、だからこの通知広告をしなければならないんですよ。でということは、この通知広告を書くというのは、原則として差し止めの機会を株主から奪うことになることから、重大な瑕疵として無効原因になるとされています。 え、原則として無効原因になるんだけれども、ただ差し止め請求が認められるような瑕疵が特段ないということであれば、差し止めの機会が奪われたとは評価できないわけですよね。え、その場合には、通知広告を書いても例外的に無効原因にはならない。というのが一応条文の考え方でした。つまりこの通知広告っていうのは、まずちょっとこれは口頭だけれども、しっかり確認してほしいのが、この株主に対しては通知広告が必要なのは、あの、公開会社における非売り発行。まあ、つまり、 取締役会決議のみで募集事項が決定できる場合、えー、に通知広告が入ります。で、逆に言えばですねあの、非公開会社における新株発行と公開会社の有利発行の場合は、株主総会特別決議を減ますから、株主総会の召集通知で株主全員に通知されるんですよ、実質的には。ですよね、えー。ということになるんだけれども、えー、ただ一方で、えー、さっき言った通り、その、 えっと、非公開会社で、ごめんなさい。もう一回言うと、ちょっとごちゃっとしたで、ねまあ。非公開会社の場合と、公開会社における有利発行の場合は、株主総会特別決議がいるから、株主総会の招集通知を通じて、募集事項の内容は株主に周知されるんだけれども、公開会社の非有利発行の場合は、株主総会が開かれませんので、株主がその募集事項を知る機会がない。だから、これは必要になると。そうすると、通知広告っていうのは、結局、株主による 差し止めの機会不要なんですよ。ということは、結局これを奪うことは重大な価値なんですよ。で、無効原因になりますということですね。あの一応この通知広告、もう一度言うと、えー、公開会社の非売発行の場合ね。公開会社かつ非売発行の場合は、 まあ通知広告が必要になるとまあいうことですまあじゃあ、条文上の根拠もねえ、え念のため、少し触れておくと、190あ、あごめんなさい、201条ですよね。201条の3項、4項ね。ということになります。あとはちなみに CF で書いておきますけれども、他に、 差し止め自由がない場合には例外的に無効原因になりません。要するに、これが無効原因になる理由っていうのは差し止めの機会を奪ったことがその理由だから、え仮に差し止めの、例えば仮にですね、差し止め請求をしたとしても、他に差し止め原因がない場合だったら差し止めの機会を奪ったとは評価できないので、一応 CF で書いておくと、まあ、単に差し止め原因がない場合、 通知広告を書いたこと以外に、ね、その通知広告を書いたこと以外に、他に差し止め原因がない場合には、例外的に無効原因にはならないというのも一応ありましたので、ここを併せて確認しておいてもらえるとありがたいかなというところです。 えと一応、このえと39番に関しては、ちょっと関連事項として重要なところなので、一応このように、そもそも原則としては通知広告を書くことは重大な価値なんだけれども、ただ、例外、無効原因になるということだけれども、他に差し止め原因がないという場合だったら、例外的に無効原因にならないというところまで見ておいてください。では40番、資本金額の減少は会社の再建者にとって極めて重大ですから、再建者に聞いて次の対象になります。これは条 そして次です。はいえー、株式交換の無効の訴えにかかる請求棄却判決は大成功を持つ。えー、一般的にはねあの、この手の組織に関する訴えというのは大成功を持つんですよね。ただそれは任用判決のみですよ。大成功を持つのは。棄却判決には、えー、大成功ないですからね。えー、任用判決のみです。えー、これは、えー、条文は、えー、一応383条,、ま、38条、ごめんなさい。838ですね。838条で、 え確かに任用判決は大成功を持つんですよ。えー、会社の組織に関する訴えは大成功を持つんですが、それは請求棄却には及びません。請求任用のみです。はい、ということで41番はそこまで。で42番から手形なんで、これちょっとまあ手回ってない人もいるんで、触っていきましょう。はいえー、手形金額を100万円とする手形が振り出された後、手形金額が200万に変増され、その後、裏書きがされた。えー、ということは、はい、裏書きをした人は200万のゲームだよね。 い,いよ、ね、あのゆるこれ、返像後の署名者ってことになりますから、えー、この場合、裏書きには100万円の限度ではなくて、これは200万の限度になりますよね。ですから答えは×ということですね。えー、まあ返像後の文言の責任を負うということになります。まあ、ここはあのちょっと不安な方はあの、あの解説書き立ち見といてください。で次に43番、はい、手形金額で2つの異なる金額を書かれた場合、無効手形にな,るなりません。えー、これも手形法の7 6条で規定されているんですが、基本を確認すると、 文字と数字のときは、文字が優先されます。文字と数字が書かれているときは、文字が優先されるで。文字と数字の複数のものが書かれているときは、一番金額が少ないもの。というのが一応、ルールとしてあります。一応、この辺も、あれですかね。だから、文字と数字が併記されているときには、文字の金額になるとで。例えば、文字のものが2つあったりとか、数字のものが2つあるときには、一番安いもの、少ない手形金額になるというのが、あれでね。 で次にあ、無権利者から裏書きの連続した手形を取得したものが、その後、えー、取得時に相手方の無権利付き、善意または重過失であると。あ、これ、善意かつ重過失の場無,無重過失で、ね、ごめんなさい。えーま、一応、無権利者から裏書きの連続した手形を取得したものが、その取得時において、相手方の無権利につき、善意無重過失である場合は、その後、自をした時でも全員取得できるあの。その通りです。善意取得っていうのは、あの 取得時における全員無重化しで足りますからね、えー。その手形を取得した時点での全員無重化しで足りますから、えー、その後に事情を知ったとしても、えー、そこは影響なしということになります。では、それでは45番。<laughs> えー、判例の指示によれば、はい、A が B に対して振り出した約束手形につき、B が C に、えー、裏書きをした場合、はい、でこの後に、えー、AB 間の手形振り出し、これ原因関係ね、BC 間の裏書きの原因関係が共に消滅したとき、 ということは、これ、いわゆる二重無権の答弁だね。えー、二重無権の答弁ということになります。で、そうすると A は C が債務者を害することを知りて手形を取得した場合でなければ AB 間の原因関係が消滅したことを主張して C からの手形金請求を拒むことはできない。えー、そんなことないです。えー、これはそもそも17条本文の所持人に当たらないんですよ。C は、言ってみればこれです。BC 間の裏書きの原因関係が消滅してますから ということは結局 C っていうのは手形金を請求する実質的利益を持たなくなってるんですよ。その BC 間の手形関係の原因がな原因関係なくなってるから、そうすると手形金を請求する固有の経済的利益ないんですよ。ということは、従って17条本文の 所持人に当たらないんですよ。ということは、所持人に、あ、ごめんなさい、えー。所持人に当たらないということは、すみません、戻ります。えー、所持人に当たらないということになるわけですよ。ということは、所持人に当たらないってことは、結局、人的交弁切断されます。あ、切断されない、ごめんなさい。えー、人的公弁切断されませんから、 C に対して B に対する人的公弁主張すればそれで足りると、ちょっと G 直しますね。ちょっと字がふにゃっとなったんで、えー、人的公弁の決断なしということになります。まあ、ちょっとやっぱりどうしても手形手薄になっちゃう人は、後で見直しておいてください。これ、45番は一般的には二重無権の公弁っと呼ばれるものです。少しまあリマインドのために。 つまり、A が要するにね、B に対して手形の人的公弁を持ってるわけですよ。B に対して手形金を拒める人的公弁を C に対して拒めるかっていう。で原則は17条本文が適用されるならば、17条本文が適用されるならば、B に対する人的公弁は切断されるから、C に対しては言えないんですよ。ただし、今回のような BC 間の原因関係がなくなってるってことは、C はそもそも手形金請求する雇用の経済的利益がないものになってますから、 えー、そもそも所持人じゃないから17条本部適用されないよっていうのがまあ一般的な考え方ですよね。ではそれでは46番、えー、今度は白地手形ですね。えー、判例の指示によれば A が B に対して振り出した手形が白地手形で、白地補充しないまま C に裏書き状通したで、C が AB 間であらかじめされた白地の補充に関する合意とことでの補充をした場合。 えこの時はあれですよね。通常はなんか AB 間で、白地補充券10万円までいいですよという形でね。えー、10万円までいいですよって白地補充券が与えられてたんだけれども、えー、C に乗として C がそれで15万円とか補充した場合ですよね。で、この時には C が全員無重化質だったら A は対抗できません。まあ、いいですね。これは手形法の、あのいわゆる白地手形10条の問題ですね。えー、手形法10条の問題として OK です。はい。じゃあ、それではえ次の問題ですね。 えと47番。ここからはあれですね。商法4問って形になります。ラストね。はい。商法使用の許諾を受けた者が、えー、交通事故その他の事実行為の不法行為に起因して負担するに至るた損害賠償債務は、えー、これは、えー、当該取引によって衝突債務に当たらない、えー。それはそうですよね。あの、あくまでも事実行為至る不法行為であれば、これはあの、言ってみれば、ね、あの、泣い貸し人の責任の対象から外れますからね。えいた貸し人の責任の対象から外れます。では次の48番。はい。こちらもあれかな。 あの、いわゆる称号属用責任の類推適用です。えー、ゴルフクラブの名称が、えー、ゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において、えー、ゴルフ場の事業が譲渡され、譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲り受け人が引き続き使用していた場合には、えー、これは、あの、称号の属用はなくても、称、え、号、ーまあの属用がなくても、称号属用責任の類推適用になりますよね、えー。一応今回の場合だったらこれですね。えっ、ー、と、 まあこのゴルフクラブの名称が、ゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられていると。で、そうすると、この、その上でゴルフクラブの名称を、属用してるっていう場合ですから、そしたら、まあ、これはおいが間違いで、称号の属用はないけれども、称法17条1項の類推で、まあ、いわゆる称号属用責任、まあ、事業上答の属用の場合ね、あ、事業名称ね。 一般的にはこの <laughs>、称号属用責任というのは、事業譲渡とともに称号が属用された時の責任なんだけれども、基本的にはこのように、称号の属用がなくても、事業名称の属用があった場合には、やっぱりこの称号属用責任の趣旨が妥当するとして、責任を負うことになります。<laughs> いいですか、ね、譲り受け人は。そして次です。はい、判例によれば、これ、えーと、商法の504条の問題ね。 えー、商法504条の問題で、えー、判例によれば、証行為の代理人が本人のためにすることを示さないで、これをした場合、まあ、基本的には証行為の場合は、懸命いらないんだよね。証、えー、法504条で、懸命はいらないと、えー、いうことですけれども、相手方が知らなかったときは、どっちにも請求できるんだよね。これね、あのちょっと忘れてる方は、相手方が例えばね、あの <laughs> これ一応、条文上は善意って書いてあるけれども、判例上、善意無価値要求するわけですが、まあ、本来原則論としては、 えー、証行為の代理っていうのは懸命いらないわけですよ。証行為の代理っていうのは懸命なく本人に降下帰属するんだけれども、ただ相手方が善意無過失だった場合には、504条た正し書きによって、えー、代理人に対して履行請求ができると、まあ、いうようなのが、商、あのー、法の504条の正し書きであったと思うんですよね。で、これは判例上、どう考えてるかっていうと、えー、この相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、 これは選択的併存説といって、本人に対して請求することもできるし、代理人に対しても請求することができるっていうのが判例の立場でした。ですので、一応結論としては本人に対する履行請求は可能です。選択的併存説の立場を書けばいいと。で、最後50番。はい。利益を得て譲渡する意思を持って、動産を優勝取得する行為。まあ、言ってみれば、あれでしょ その転売するようなために、動産を取るという行為は、これは絶対的証行為ですよね。えー、別に商人が行う場合に限りはもう明らかに間違いで、えー、ちょっとこちら、利益を得て譲渡する意思を持って、動産を優勝取得する行為は、えー、501条 1, 1号の絶対的証行為です、えー。絶対的証行為になるので、これは常に証拠になります。というところですかね。 一応担当パート、一応メインのところ全部やってしまいましたので、えっ、ー、と、今日は特にここら辺のところをしっかり理解してで、あとは少し応用的な部分としてですね、ちょっと記述式の問題が、えっ、ー、と、一応ちょっとありますので、ここは書いてほしいよってところをちょっと最後にまとめていきましょう。では、それでは第2問については、ちょっと回答冊子の方で回答をつけてますので、えー、少し回答冊子の方から、一応ポイントになる点見ておきましょう。はい。じゃあ、まず、まあ、1番はこれは大丈夫ですね。あの、 いわゆる仮想払い込みに当たるかどうかについて、まあ、いわゆる見せ金による仮想払い込みの判断基準については、判例は、期間の長短え、資金として運用された事実の有無、改易金の返済が資金関係の予防請求の有無で、まあ、総合考慮していくわけですが、こういった諸般、えー、の事情によって判断されるということですよね。で、2問。はい。設立の会社の保機人の権限についてはどうなるか。はい。まず、改良準備行為は、 定款に記載ある財産引き受け以外は含まれないというのが一応通説的見解ですよね。で、一応まず、発規人の、ごめんなさい。えっ、ー、と、法規人の権限というのは基本的には設立に必要な行為になります。まずは。えー、設立に必要な行為になって、開業準備行為においては、定款に記載された財産引き受け以外はできませんので、えー、そうすると、 これが結論ってことになるね、えー。設立に法律上、経済上必要な行為は含まれるけれども、えー、法定の要件を満たした財産引き受け。まあ、これは、あの、定款に記載ある財産引き受けでも OK です、えー。それ以外はダメだよと。開業準備行為できません。で、次に3番。発、えー、起人の権限外の開業準備行為がなされた場合、発起人はいかなる責任を負うのか。えー、これはあれだよね。117条1項累適用になります。えーまあ、後で解説読んどいていただければと思いますが、あの、なんで累推適用なのかっていうと、 権限外の発起人の行った行為っていうのは無効だから、無権代理じゃないんで、直接適用できないんですよ。いいよね。まあ、例えば、定款に記載のない財産引き受けやっちゃったとかね、定款に記載のない財産引き受けをやっちゃったといったように、そもそも発起人の権限外の開業準備行為っていうのは基本的に無効なんですよ。 ということは、えーまあ、いわゆる無権代理ではないので、117条1項の直接適用はできないんだけれども、まあ、やっぱり状況がすごく類似しているというところから、117条1項の類推適用というのが判例でしたよね。で、次に4番、はいえー、説明義務の発生、これは上部に書いてある通り、えー、株主総会で特定事項を求められた場合に、えー、説明義務が発生します。そして、どのような、えー、程度の説明義務が求められるか、もうこれもバシッと一般的株主を基準とするんですよね。 その会議の目的事項を合理的に判断するのに客観的に必要な説明である必要があるということです。で、5番、はいえー、まず、特定、これ、ジャのメミシンの、えー、判例です、えー、特定株主から株式を買い取るための対価を第三者に供与する行為は、まあ、原則として、えー、株主の権利行使の財産上の利益共有に当たらない、なぜならば、かこれ、もう書いてある通りね、えー、株主の譲渡は株主たる地位の移転だからです。ということですね。 えー、株式の譲渡は株主たる地位の移転だから、原則として権利行使には当たらないけれども、ただ、えー、さっきの担当でも出ましたけれども、えー、会社から見て好ましくない株主が議決権の株主、議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で譲り受けた場合には、これは利益供与に当たると、その株主の権利行使に関する利益供与に当たるんだっていうのが、ジャノミミシンの考え方でした。ではは番、番、はい、供与さされる利益があごめんなさい、6番は 株主の権利行使に関して行われる財産上の利益供与が、例外的に違法性を有しないとして許容される場合、これね、あの結論は書いてあるんだけれども、あの権利行使に影響を及ぼす恐れのない正当な目的に基づいて供与されて、一人一人の額が、まあ、社会通念上許される程度で、全体として供与される総額が、会社にとって財産的規模に影響がないという3つの要件でした。 これはね、クオカード500円、あの、議決権行使したらクオカード500円あげますよっていうのが、あの、利益共有に当たるかっていうのが問題になったもの。で、一応、形式的な利益共有なんですよ、もう。株主の権利行使に関しては明らかなんですよね。あの、まあ、言ってみれば、その、議決権を行使したらクオカード500円あげますよっていうことは、それはそのもの、ズバリ株主の権利行使に関して利益共有してるんですよ。だけれども、この1から3の要素を満たすような場合は、やっぱ例外的に違法性を阻却するんだっていうのが、えー、その、クオカードのね、 判例の中で示されていた。まあ、結局、クオカードの判例は、1を満たさないからダメってしたんだけどね。えー、結局、1を満たさないから違法だってしたんだけれども、ただ、そのクオカードの判例の中で、まあ、一応ね、この、議決権を行使したら500円のクオカードを上げますというね、えー、もうそのものズバリのね、議決権行使で500円上げるってことは、株主の権利行使に関する利益共有になってるんだけど、ただ、 えー、このような1から3を満たす場合には例外的に違法ではないというふうに示したものがありますので、ここはちょっと押さえておきましょう。で、次に、はい、7番、えー、と7番についてはもう、あの問題は、株主総会決議無効確認の訴え中に、無効原因として主張されていた歌詞が実は取り消し自由だと、まあ、いうことが判明した場合には、3ヶ月以内にまあ無効確認の訴えが提起されているならば、出租期間の趣旨に反しませんよね。 ですから、えー、この無効確認の訴えが3ヶ月以内の提訴期間内に行われていたという場合には、訴えの変更が認められます、まあ。ちょっと厳密に言うと、3ヶ月以内に無効確認の訴えを提起して、当該自由が主張されていた場合というのが一応正確なのね。そのまあ、正確にはその3ヶ月以内の提訴期間で、えー、その無効確認の訴えが提起されていて、かつその問題となる自由が主張されていたということならいいんじゃないということです。 で次に8番ですが、これはさっき触れたので省略です。他の株主についてのみ存在する場合でも訴えを提起できます。まあ、決議の構成が害されたというふうな評価が可能だから。では9番、はい、特別利害関係取締役については、まあ、これも言ったね、中実疑問派をもたらすおれのある会社の利益を、ごめい、取締役の中絶疑問をもたらすおれのある会社の利益と調突する個人的利害関係を有する取締役などの説明ができます。まあ、キーワードはあれですよ。あの やっぱり忠実疑問犯をもたらすような恐れがあって、ほ、まあ、他の取締役と共通しないような利害関係があるみたいなことが書いてあれば、ででいいですで次に10番、えーと、これも先ほど触れた話ですね、えー、取締役会設置会社で大統領が、えー、取締役会決議なしに多額の借財をした場合には、心理留保説を取りますよね、えー。これはもう心理留保と状況が似てるからですよね。えー、なぜならば、取締役会決議がないというのは、会社の意思決定を書いてるわけですよ。 いいよね、取締役会決議がないということは、会社の意思決定を書いているわけだから、そうすると意思決定機関、まあの意思決定を書いた外部的行為だからですいいよ、ね。だからこれは心理流法と同じだよと、つまり、まあ、内部的な意思決定を書いているわけでしょ。<laughs> えーまあ、結論から言ってしまうと、えー、と取締役会の決議というものは会社の内部的な意思決定ですから、それを書いた状態で、えーまあ、取引を申し、 大統領が取引を申し込むということは、まあ、内部的意思決定を欠いている状態で、えー、実際、代表取締役が外部行為を行ったということになるということになりますから、まあ、言ってみれば、心理留保と同じ状態なんだよと、えー、しっていうことで、えー、心理留保説ですね、えー、取締役会決議を書く多額の借財は原則有効なんだけれども、相手方が悪意または有価値だった場合は無効になるよという話です。では次に、はい、事故のための直接取引がなされた場合の、 取締役の任務下退責任について2つ述べなさい。これはちゃんと押さえておいてね、あの無過失責任で責任の一部免除は認められないという点ですね。428条1項で無過失責任になる、428条2項で一部免除は認められないという点ですね。で次に、はい、承認をかく利益相反取引については相対的無効説です。 えー、いいですね、えー、承認を書く利益相反取引は、えー、相対的無効説ですから、えー、原則として無効だけれども、えー、無効主張するためには会社が、えー、第三者、つまり相手方の悪意を立証する必要がある、これ、正確に言えるようにしてくださいもう。これはもうここの部分が漏れちゃうと、論文ではもうどうなっとるのってなっちゃうので、えー、取締役会、まあ、今回、まあ、例えば株主総会も同じですけれども、えー、その承認を書く利益相反取引は無効なんだけれども、その無効を主張するためには、第三者の悪意を会社が立証する必要があると。では次に はい、報酬決定に関する問題で、13番、株主総会決議で取り消し、あごめんなさい、取締役の報酬額決定を株主総会決議で取締役に委任することは許されないと、これ、お手盛り防止から許されないんだよね。だから1個目の格好はお手盛り防止という取締役の報酬規制の趣旨に反するために許されないが、こういう委任ならいいじゃんと、これ、総額または最高限度が決めとけばいいんでしょ。 えー、つまり取締役全員に対する報酬の総額、または最高限度額を株主総会決議で定めて、えー、各取締役の配分を、えー、取締役会に委ねることは、これはお手盛り防止というものを一応ね、ちゃんと果たせますからね。というところです。では14番、はい、これも結論だけでいいかな、株主代表訴訟で株主が追及できる取締役の責任については、あのこれ、取引債務法眼説だね。 一応、代表訴訟によって追及することができる取締役の責任というのは、まずこれは必ず入るんですよ。取締役の地位に基づく責任は入る。で、合わせて、取締役は会社に対して負担する取引債務も入ります。という話ね。ここは、まあ、あの、知識ちゃんと押さえておきましょう。では次に、これはさっき触れたやつね。15番、登記簿上に取締役または大取りとして登記しているけれども、選任決議を経ていないもの。 えー、そして、2、取締役を退任したにもかかわらず、退任登記が未了である取締役が、429条一項責任を負うのはどんな場合か、つまり908条2項の累積適用で、自分が取締役じゃないとは言えなくなってしまう場合を答えればいい。そしたら、まず一般的な登記上の取締役は ①、1、えー、つまり取締役の就任登記について、明示目次を問わず承諾を与えた場合、そして退任登記未了の場合は、明示的承諾を与えていたなど、特段の事情がある場合。 というふうに区別されていきますので、ここはしっかりいきましょう。では次に16番。はい、えー、承認を書く、えー、譲渡がなされたと。えー、承認を書く株式譲渡。あ、で、ごめんなさい、これ、前提として16番は、これ、譲渡制限株式であることが大前提ね、えー。譲渡制限株式であることが大前提で、えー、承認を書く株式譲渡がなされた場合、会社の側から譲り受け人を株主で取り扱うことは認められないね。なぜならば、相対的無効説で無効ですから。いいですよね。 あの、一応結論からすると会社の側から譲り受けにを株主として認めることは許されないということになります。で、理由としては、これを認めちゃうと恣意的になんか、例えば代表取締役が株主を選ぶことと同じになっちゃいますからね。<laughs> いいですよね、えー。この承認を書いた株式譲渡が行われて、もし会社の側から、 譲り受け人を株主と取り扱うというこの扱いを認めてしまうと、実質的には代表取締役が株主を選ぶということができてしまうということ、それからあともう一つは、やっぱりね、承認格上譲渡は会社との関係では無効なんですよ。対抗できないじゃないんですよ。いいですねあの対抗できないという関係ではなくて、譲渡制限のついた株式において、ごめんなさい。えーと 譲渡制限がついた株式で、承認書いた譲渡っていうのは、会社との関係では無効であるから、えー、会社の側からやっぱり認めることはできないんですよ。ということですね。あの、対抗できないだったらね、あの、変わってきますけれども。はい。では、17番行きましょう。えー、17番については、えっ、ー、と、著しく不公正な方法ってことですから、一応、主要目的ルールかけてればいいね。えー、ま、言ってみれば、 その経営支配権維持が主要目的だったときには、不公正発行になるよというところ、我慢かけてれば、ままるでいいいと思いますあの一般的にはこの敵対的買収に対する対抗策として、大量の新株発行を行うというような場合に、まあ、著しく不公正な方法として、差し止めが認められるかどうかって問題だよね。 でその時には、やっぱり主要目的ルールを書ければ、まあ、ここはいいかなと思います。つまり、経営支配権維持というものが新株発行の主要目的ルールになっている場合には、著しく不公正な方法として差し物対象になるということですね。で次に、株主総会特別決議を書く新株発行は無効原因となるか。これ、ちなみに、丸一丸二重要。あの、丸一は、あの公開会社の場合は、あの株主総会特別決議を書いても、あの無効原因になりません。やっぱり、これは法的安定性です、やっぱり。 これ公開会社の場合ね、やっぱり外部的取引の安全っていうのがやっぱり重視されます。ですから、ですからこの18番の丸1ね、あの、本来公開会社における有利発行の場合には、少なくとも株主総会特別決議が必要なんだけど、ただ一旦やっぱりね、大統領が発行してしまった以上は多数の利害関係に、まあ、これ株式ってのは特に公開会社の株式ってことは、その引き受け人だけではなくて、株式事情全部に影響を与えますから。 ね、その株式市場全般にインパクトを与えますから、まあ、あの、やっぱり多数の利害関係人がやっぱりたくさんいるわけですよ。で、そうすると、やっぱりまあ、あの、例えばね、第三者割り当てのように特定のものに対して株式を割り当てたっていう場合であったとしても、もう公開会社である以上、その株式市場全般に影響を与えちゃうので、一応この無効原因にはならないんですよ。ですが、一方で、非公開会社は常に無効原因です。 これはやっぱりね、非公開会社にとっての新株発行っていうのは、新しい株主を作ることになるんですよ。いいですね。非公開会社において新株を発行することは、新しい会社を作ること、あ新しい株主を作ることに他なりませんから、会社の閉鎖性維持の観点から非常にまずいんですよ。株主総会特別決定へないことは、えー。ということになりますので、 やっぱりこの非公開会社というのは、どうして非公開会社なのかといったら、やっぱり既存株主の保護で、要するに会社にとって好ましくない株主が入ってくることを防ぐために非公開会社にしているわけだから、じゃあ、新株発行するにあたって、特別決議を経ないということは、やっぱりそれは、やっぱりその非公開会社という制度趣旨に真っ向からぶつかってしまうので、このように無効原因になるというのが判例です。では次に、はい、この19番も予備の論文で出てるかな、合併比率が不当または不公正な合併が行われた。 この時に、まず合併比率があ、ごめんなさい、これ答えがねえやえ。ごめんなさい、答えがなくて問題になっちゃってるわあの。合併比率が不公正であること自体は無効原因になりません。いいねあの。一応これは、合併比率が不公正自体は無効原因にならない。ちょっと19番ちょっと下の方に書いておきますかね。すみません。これにちょっとメモ書きしておきます。えっと、19番、えー。合併比率の不公正自体は、すみませんでした。 だけれどもただ、それが特別利害関係株主の議決権行使によってその承認決議がなされた場合には、それは831条1項3号の株主総会決議取り消し順になるんですよ、つまり大体合併比率が明らかに不公正、合併比率が不当だったり不公正な合併が承認されてるってことは、通常は特別利害関係株主である相手方の会社が賛成してるんですよ。 で、それが特別利害関係株主の議決権行使ってことになれば、まあなりますわね。特別利害関係株主の、あ、ごめんなさい。特別利害関係株主の議決権行使と。これはちょっと閣僚を送ってごめんなさいね。問題の答えなので。えー、議決権行使により、 著しく不当な承認決議。まあ、なされた場合には、これは831条1項3項を構成しますよね。つまり株主総会決議取り消し自由を構成することになります。ということは、これが、 実質的に株主総会決議を書いたと言えるんですよ。ポイントはこれです、あのいわゆる取り消し原因があるんですよ、決議の。で、そうすると株主総会の,とあの特別決議で承認取るわけでしょ。 そうすると、合併比率の不公正自体は無効原因ではないんだけれども、その特別利害関係株主、通常は合併の相手方が株主として賛成票とか入れてると、その特別利害関係株主の議決権行使によって、一じしく不当な承認決議がなされたと評価できる場合は、それは831条1項3号の取り消し原因になります。そうすると、それは実質的に株主総会決議を各合併と評価できるので、これが重大な瑕疵として無効原因になると。 無効原因になるんだとと、まあ、いうことです、まあ、通常だから最終的には、まあ、これはあの合併のなんか吸収される側なのか、吸収する側なのかで条文変わるけど、まあ、一般的に吸収されちゃう側とかであれば、783条1項違反ということです。例えば吸収合併とかで吸収されちゃう方ね、えー、吸収合併で吸収されてしまう側では、 783条1項で株主総会特別決議いりますから、うんえー、その株主総会特別決議がないということと、実質的に同志できると。ポイントあるのは、実質的にということなんですねあの。取り消されてなくても、取り消し原因があるってことでしょ。まあ、現に、えー、現に株主総会決議取り消しでの訴えとかで取り消されてなくても、その取り消し原因があるってことはね、いいよね、この少なくとも取り消し原因が存在するってことは、株主総会決議取り消しの訴えを提起すれば、取り消されるような総会なんですよ。 総会決議なんですよということは、そういう取り消し原因が付着しているような株主総会決議は、実質的にその株主総会決議がないものと同時できるから、783条違反として重大な価になるということになります。はい、であとはですね、20番から先は、ちょっとあっさりいっちゃいます。20番、事業譲渡の定義については、これはもう覚えておくかどうかの問題ですから、あの一応、丸3が必要かどうか争いがあるので、一応まあ、丸一丸二丸3全部書いてもいいし、丸、まあ、3は外してもいいですね、これはね。 では次に21番、法人格否認の法理も、これも大丈夫かしら、あの形式的独立性を貫くと、その正義公平の観念に反すると、えー、法人たる会社の形式的独立性を貫くと正義公平に反する結果になる場合、特定の事案に限って独立性を否定するっていう考え方ね。えー、その当該事案に限って会社の独立性を否定し、会社とその社員を同一する法理が、えー、この法人格否認の法理。 で次に、名義貸しの話ですが、スーパーマーケットのテナント契約も、名義貸しの類推適用されますね。で名義貸しの類推適用されます。まあ、実際にあの、スーパーマーケットのテナントっていうのは、 あの称号使用の許諾を与えているわけではないから、名義貸しではないんだけれどもえ、ただ、やっぱりこのように営業主体の誤認が生じるのもやむを得ないような外観が作られていて、称号の使用許諾と同じぐらいの奇跡自由が認められる場合には、スーパーマーケットのテナント契約においても、内田貸しの責任の累積を認めていますので、そこは押さえていきましょう。で、23番については、これ手形になっちゃうので、あの、さっと確認しておいてください。 23番はいわゆる川本フォーミュラです、えー。債務者を害することを知り手の定義は、所持人が手形を取得する時点で、えー、手形、所持人が手形を取得するにあたり、手形の満期で、えー、手形債務者が所持人の直接の電子さんに対して抗弁を主張し、支払いを拒むことが確実であるという認識をしていない、まあ。いわゆるこの川本フォーミュラの場合は、所持人が手形を取得するにあたってっていうのがまずポイントで、ねえー、その手形を取得した時点での認識ということです。そしてあとは、 公弁を主張して支払いを拒むことが確実であるという認識までいると、まあ、いうことですよね。まあ、ここはもう重要ですで。次に支払い面積の悪意重過失については、立証できるけれども、あえて支払ったということまで求めますよね、えー。ただ単に無権利を知っているのではなくて、立証できるのにあえてしなかったという場合。重過失も同じ。立証できたのにこれを怠ったことです。 通常の調査をすれば、所持人の無権利を知り、かつ立証方法が入手できたのに、これを怠ったことまで必要になる。まあ、一応、もちろん知っていることも入りますよ。まあ、悪意というのは、無権利であることを知っていて、かつ立証できるのにそれをしなかった。重過失というのも、通常の調査をすれば知ることができて、かつ立証できたのに、その立証があの怠ったということですね。立証できたのに、そういった通常の調査を怠った場合。重過失の場合にはね、 えまあ通常の調査をすれば無権利であることが分かっただろうし、さらに、その通常の調査をすれば無権利であることを知って、かつ、その立証方法が入手できたのに、そのような通常の調査を怠った場合を指すということになります。で、あとは、白地と無効の違いは、意思で決まります。あの、白地補充させる意思で交付したかどうかで決まります。まあ、言ってみれば、白地手形と無効手形っていうのは、あのー、外観上区別がつかないんですよね。 白字補充権を与えているのか、それともただ単に金額欄がない無効手形なのかということについてはどう考えるかというと、もう外形的に同じなので、実際に主観的なもので考えざるを得ないと。ですから、白字補充権を授与する意思というものがあったかどうかです。白字補充権を授与する意思があったかどうかで決まってくるということになります。はい。ということで、ちょっと手形とか商法の部分については、ちょっと手薄になっちゃう方も多くなると思いますので、えー、まあ今日の講義の中では、まず会社法ですね。 会社法の部分については、おそらくはまあ担当とこの技術が重なる部分もありますけれども、入門段階のところでしっかりと、まあ、余力があれば、やっぱり8割、9割取っていけるような問題、特に担当については、結構自信持ってどんどん足を切っていくということが必要になってきますので、今後ですね、担当対策をやっていくと、 まあ、あの、すごい細かい足は正が出てくるんです。で、その時にこのレベルのものを間違えないっていうのがまず出発点になります。で、ここからどんどん広げていく感じになるので、まあ論文と共通している、まあ担当足っていうものはしっかりと、まあ、ここでやったものは確認しておいていただければと思います。 では、それでは、えっ、ー、と、今日の商法の解説は以上といたしまして、まあ、次回はまた今度は民事訴訟法ということになりますので、まあ、民事訴訟法に向けてですね、また、えー、しっかり学習を進めて復習をかけていただければと思います。それでは、えー、本日の確認テスト、少し、まあ、ちょっと時間のがかかりましたけれども、えー、商法の解説の方は以上といたします。それでは、お疲れ様でした。